別テストの練習走行ですね。まず本日初走行なので皆さんちょっとカートに慣れてもらってます。今日のコンディションとカートに慣れてもらってます。でこのあと4本、重量が違うマシンに、それぞれみんな乗ってもらいます。今は練習走行ですね。今日のコンディションと今日のカートに慣れてもらってます。走ってくれると思います。このあと、もう3本ですね、別々な、重りを乗せて走ってもらいます。今は一番最初の1本目ですね。行きます。乗ってます。ただ自分が何キロで積んで乗ってるのかは皆さん知らないです。先ほどとは違う挙動をしてるのかしてないのか、じゃあ皆さんには純粋に安定して走ってもらうようには伝えてあります。今2本終わりました。次3本目です。この号車にこの重量、この号車にこの重量という形で、これから組み替えていきます。ちょっとこう鳴らしてください。はい、じゃあ OK です。ですね、ラスト今度はこの4本目の重量に、これから変えていきます。14は、プラマイゼロですね。プラマイゼロなので
マイゼロはこれを入れます。17号車は、プラス5。ちなみに違いは何か分かりますか？分かります。分かりますか？はい、おう。川崎さんは一回だけ分かりました。一回だけ分かりました。あんまり分からないよ、ね。うん、ちょっとだけ。ちょっとだけ分かりますか？探らないようにしてます。なんかあれ、ちょっと重たそうだなと思ったんですけど、うん、重たいなりの運転をしちゃ嫌だなと思ったんで、何も忘れて。じゃあこれラストですね。皆さんこれ4本とも、まあ、別々な重りで走ってもらってます。じゃあどうぞ。